事故があったのは札幌中央区北一条西20丁目の北一条通りです。今日午前7時20分ごろ、トレーラーの運転手から雪山とぶつかって交差点を塞いでしまったと通報がありました。この事故でトレーラーがくの字に折れ曲がり雪山に突っ込みましたが、巻き込まれた人はなく、運転手にも怪我はありませんでした。現場はアイスバーンで、警察がトレーラーがスリップしたとみて調べています。車が道路を塞いだため、現場付近が一時通行止めとなりましたが、現在は解除されています。